札幌市役所に通じる地下道の壁の両側にはオリンピックの広告が貼られています。ではマラソンは8月8日と9日そして競歩サッカーと日程がしっかりと書かれています。またしても突然の決定に振り回されるのでしょうか。4ヶ月後に迫っていた東京オリンピック、1年程度の延期が決まりました。大きなフレームは基本的には変わらないと思います。また変えてはいけないと思います。札幌から東京にも戻すっていうことはもう検討はもうそもそもしないという理解でよろしいんでしょうか。まあ私どもとしてはそれはないと思います。大会組織委員会の森会長はマラソン競歩の札幌開催は変更しないと明言しました。選手の方たちのこととかも考えれば当然かなと思ってました。札幌で開催してくれるっていうことは思ってくれるみたいなので、まあ、そこに関してはあまり不安ではないと言いますか、まあ、中止ではなく延期になってったということでそこに関しては安心してます。前々から楽しみにしてたのもあったんでそこはまあちょっと1年長くなっちゃったのは残念ですけど、まあ、それはそれでまた楽しみにしておきたいと思います。急転直下の札幌開催の決定から準備を続けてきた札幌の秋元市長は、非常に時間がタイトな中での準備、まあ、なんとか間に合わせていかなければいけないということで頑張ってきたわけでありますけれども、ある意味1年間の余裕といいますか時間的な余裕ができたという意味ではですね、万全な体制で臨むことができる。その準備を担う札幌市スポーツ局、今週月曜日、組織委員会の現地本部と同じビルに引っ越したばかりでした。来月からのマラソンコースの道路補修は、もともと必要な工事として続ける方針ですが、その他の準備は練り直しを迫られることになります。いろいろな準備、おもてなしのことだとかですね、そういったことも、まあ、全体のスケジュールをもう一度見直して執行を考えていかなければいけないのかなというふうに思っています。マラソンコースの沿道にあるこの店では応援のプラカードを用意するつもりでしたが、目の前をランナーが走るのでね、それはすごく楽しみにしてましたし、来年同じコースをね走ってくれることを期待して、でぜひまた来年は応援したいなというふうに思ってはいます。選手たちも複雑な思いです。北海道コンサドーレ札幌のオリンピック日本代表候補田中俊太選手、オリンピックのサッカーは23歳以下という年齢制限があるため、大会が延期されると来年夏に24歳の田中選手は救済措置のない場合出場できなくなります。自分のこれからの、まあ、サッカー人生に大きく関わってくることだと思うんで、まあ、こういう状況なんで、まあ、しょうがないことかなと思いますけど、自分の実力がどれだけ通用するのかっていうのを試せる大会だと思ってたんで、